どうもこんにちは、ヒカックゲームズです。本日2月6日何の日かご存知でしょうか？そうなんです、アンパンマンの誕生日でございます。もうみんな知ってるアンパンマン、あのね、愛と勇気だけが友達さっていうフレーズありますけど、僕は今日ガッチャッと爆死だけが友達さ。おう、はい、ということで今日はですね、木曜日なので新しくやってきたですね FP ガチャ解説と、はい、僕の方で3回ずつ引いていきたいなと思うんですけど、はい、まずはですね、いくつか重要なお知らせが来てましたので、その話をですねしていきたいなと思っております。でお知らせのところ見ていただきたいんですけど、まず一つはこちらですね、レジェンド選手のコンディション評価についてということで、来週2月13日のメンテナンスからライブアップデート、コンディションが今まで一律 C だったのが全て B になることが確定しました。これめちゃくちゃでかい話で、B だとですね不調以下になることがないので、つまりレジェンドの価値がですね爆上げされた形になります。はい、いやー、これはすごく、まあ FP 一強時代だったのがもうレジェンドと FP の大海賊時代が始まるような形になるので、はい、まあこれはですね来週からではあるんですけど、はい、すごく大きな変更になってるのかなと思います。あとはですね、細かいところなんですけど、アップデートに伴う一部のチームのスカウトについてということで、はい、この辺細かく書いてるんですけど、2月13日にアップデートを行うっていうのが初めて明記されましたので、もう中型アップデートは来週木曜日確定でいいんじゃないかなと思っております。はい、であとはですね、まあ、お知らせはこんな感じで、さっきツイッターでもつぶやいたんですけど、この前のですねバイエルンとシャルケの勝利予想企画のですね報酬も今週来てましたので、はい、バイエルン予想した方は350コインめちゃくちゃでかいですよね。はい、忘れずにですね受け取っていただきたいなと思っております。ということでガチャ見ていきたいなと思うんですけど、はい、すごいよ今週も週刊 FP と、あとはですねセリアのファンドチュースが来た形で、まず週刊、いやネイマール来たね。いやしかもピンクのネイマール、やべえ。ネイマールさすがにね活躍的には十分だったんですけど、来ないかなと思ってたんですけど、はい、来てくれましたね。で他もですね、もうベンゼマ、ティアゴ・アルカンタラ、ロリス、ヘンダーソン、デリフト、まあインモービル来なかったの残念でしたけど、今週結構週刊 FP 初登場の選手が多いので、はい、結構いいですよね。ネイマールとデリフトは確か週刊で出てきたと思うんですけど、はい、その他の選手に関してはおそらく週刊としては初登場なんじゃないかなと思っております。いやめちゃくちゃいいな、これはまあそんなに大きなはずでもいないのかなっていう印象ではありますね。はい、あと僕ティアゴ・アルカンタラの写真めっちゃ好きなんだよな。これ僕が街中で可愛い女性見つけて友達に報告する時のあの顔と全く一緒ですね。はい、あとはやっぱデリフトね、はい、レベマネ総合値99までいきますからね。いやセンターバックで99はもちろん総合値ってあくまで一つの基準でしかないんですけど、めちゃめちゃ気持ちいいというか嬉しいところはありますよね。はい、他で言うとヘンダーソンとかもめちゃめちゃ強化されてますし、個人的にはねミナとかも結構いいと思うんですよね。まあ一人一人紹介してると本当長くなっちゃうので、あと細かいところはですねレベマ比較でがっつりやっていきたいなと思っております。はい、で、次がですねセリアですね。いやファンズチョイス、最後のファンズチョイス来ましたね。まあやはりですね来週が中型アップデートということで、はい、そこまでにファンズチョイスを終わらせてきましたね。でこのガチャもですね見たらわかると思うんですけど、あのフォワード陣多すぎ案件ね。はい、まあ大体そういう風な傾向になるのかな。まあほとんどがフォワードで、はい、来てしまいましたロナウド。はい、ありがとうございます。お金さえ積めば FP ロナウドが手に入る時代やってまいりました。まあおそらくファンドチョイスなので週刊と比べると能力としては微妙だとは思うんですけど、はい、ありがとうございます。僕がね、いや週刊でずっと当てられなかったロナウドがこんな形で来るとは思ってなかったんですけど、はい、ロナウドだったりとか、あとかインモービルこっちで来てんのか、そっかそっか、インモービルと、あとはまあ注目の選手いっぱいいますよね。はい、ルカク、インシーネ、ジェコ、キエーサなんかもすごいいいと思うんですよね。まあここもおそらく土曜日か日曜日にはレベマ比較出せると思いますので、はい、楽しみにしていただきたいなと思っております。ということで、はい、この2つのガチャのですねガチャ優先度話していきたいなと思うんですけど、いや週間ちょっと僕迷ったんだけど、僕今週 A 評価でいいかなと思ってて、まずですねセンターバックで超大当たりのデリフトが来たっていうのはすごく嬉しいですし、あとはですね、まあ、ネイマール、ベンゼマ、ティアゴあたりがですね、まあ元々黒玉で FP になってる選手が結構多いので、そういった意味でもかなり注目にはなってるのかなと思います。で他選手もさっき見たように結構いいので、これは僕久々に A 評価つけたいかなと思っております。まあ悩むとしたら、さっきも言ったようにネイマールデリフトに関しては確か週刊で出てきてるはずなので、そこを持ってたらまあちょっと悩むかなって感じですけど、例えば僕で言うと週刊で言うと誰も持ってないので、結構魅力的なガチャだなっていうのは僕自身はすごく思ってましたね。はい、でセリエ A の方なんですけど、まあこっちは無課金だとまあ B 評価ですかね。美課金以上だったら結構いいんですけど、やっぱり課金者向けのガチャかなって感じで、ファンズチョイス全体の中で言うと僕的にはプレミアの次にいいかなとは思ってるんですけど、はい、まあまあまあちょっとね、はい、リスキーなガチャではあるのかなと思います。まあセリエ A 全体のファンがいる方はですねもちろん引いて OK だと思いますので、はい、このあたり参考にしていただきたいなと思っております。はい、ということで
いやすごいね。あとはレジェンドガチャは新しいレジェンドは来てないですよね。早速ですね、引いていきたいなと思っております。まあファンドチョイスもせっかくなので3回引こうかな。じゃあレジェンド前期で1回引いてファンドチョイス週間この流れで行ってみたいなと思っております。さあまずはレジェンドガチャいきましょう。なあなあなあ、ここはねゆったりとした気持ちで。さあレジェンドは出なかったけど、おお、バレーナだ。はい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 、先週来てくれ、先週欲しかった。オーケー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 、行こうか。はい、じゃあまずはファンズチョイスこっちなんですけど、ナイングランとかも欲しいな。まあまあまあ、インモービレとか持ってますので、他だな。まあ黒玉しっかり出して、まあルカクとかインモービレ以外の被りじゃなければいいかなって感じですね。さあ1回目いきましょう。まあでもね、どうせこっちはね生放送とかでガッツリ引くんだよな。だからどっちかというとやっぱ習慣で紙引きしたい。はい、こっちはまあ無限に引けますからね、なんだかんだ。こい、まあルカクとかインモービレ以外の被りじゃなければいいかなって感じですね。お、あはは、待って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 、だから唯一持ってんだよ。唯一っていうかさ、インモービレだけは習慣も代用してんのね。待って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 、違うじゃんそれは。チーロさんありがとうございます、嬉しいよ。普通だったらめちゃめちゃ神引きですけど、状況によってはいい選手もさ外れになっちゃうのよ。さあ2回目いきましょう。待って待って待って、ルカクインモービレ以外ね。さあロナウドとか来たらついけどな。さあ2回目誰ですか、来い。おーっと、ピョンテクか。あ、ピョンテクは初ゲットですね。はい、ありがとうございます。ピョンテクなんで選ばれたって言ってる方がツイッターで結構多かった気がしますけどね、能力としては結構高いはずなので、はい、いいんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。ラストいこうか、ファンズチョイスラスト。いや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 、まあでも被りリスクは結構低いは低いからな。でもロナウドとかナインゴランがさ、まあ課金すれば手に入るって、まあ幸せな時代ではありますけど、まあ課金者と無課金者のいい差別使ではある。ちょ、まあ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 、待って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 、だからさ、こっちに運を使うな無限で引ける方で運を使うな。でもありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいです。はい、ありがとうございます。オッケー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 、やべえ、なんかいろいろ起きすぎてまだ頭の中の処理ができてない。何が起きてるのか分かってないんだけど、はい、とりあえずファンズチョイスはめちゃめちゃいい引きでしたね。はい、ということで、からよ、本番はこっから週間の方なんですけど、まあさっきも言ったように誰が出てもいいんですけど、まあやっぱり優先度としてはネイマール、デリフト2人はトップですかね。はい、でベンゼマ、ティアゴ、ジョーダン、エンダーソンがその後に続いてきてって感じですかね。まあとりあえずジョーダンの選手が出ればいいので、それ狙いで行ってみたいと思います。さあ一発目。あ、でちなみに国別でまとめるとこんな感じですね。はい、なのでイタリア落ちた時がマジで難しいんですよね。そっからデリフト当てようとすると3択になるので、はい、こっからどうなるかって感じですよね。さあ一発目いきましょう。さあ頼む、マジでデリフト欲しい。総合値99の世界を見させてくれ、僕に。総合値99来るか。さあ一発目、どこどこどこ、まずはまずはイタリア来た、イタリア来た、イタリア頼む頼む、マジでお願い、来い。デリフトチャレンジ、やーん。え、待って、何これ、え、やべえ、あー、そっかそっか、ラッツァリ選手か。あー、やべやべ、一瞬インモービレかと思ってさ、間違えた方を引いたかと思った。うわ、待って、デリフト当てられないか。まあまあまあ、でもありがとうございます。ラッツァリ選手は結構希少なプレスタイルではあるので。やべえ、ロナウドチャレンジ思い出す、やばい、ロナウドチャレンジ思い出す、怖すぎる。ラッツァリか、大丈夫、そうだよね、そうだよね。2回目いくか。やべえ、待って、こんなめちゃくちゃ緊張してる。だってデリフトなんてさ、まあもちろんクラブセレクションでは出てくるかもしれないけど、週間で出てくる機会なかなかないからね。さあ来るか、頼むよ。他イングランドか、イタリア以外だったら結構確定だからな。うわ、イタリア来た、イタリア来た、イタリア頼む、来い来い。デリフトチャレンジ、来い。あー、待って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 、ねえ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 、ちょっと待って、おーい、待って、これは違うって、ナンバーワンじゃなくて、ちょっと待って待って待って、やばい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 、嘘やん、ちょっと待って、これ嘘やん。ラッツァーリー、うわい、デリフトチャレンジ2回連続で外していく。待って、手が震えてる、本当に。行こう、もう嘘なしで頼む、本当に最後のデリフトチャレンジ。うわ、マイクラブコインが足りねえ、嘘だろみんな準備はいいでしょうか。やばい、高校のバスケの試合前と同じぐらい緊張してる。で、いやもうね、ここまで来たら一つ言いたいのは、もうデリフトかネイマール出すか、もうここまで来たらラッツァリか、もうどっちか、どっちかよ。もう行くよ、さあラスト、いきます、歴史を作れるのか。さあ11分の1へ行くぞ、来い、お願いします。さあ誰、頼むよ。さあラスト、オッケー。さあイタリア行こう、まずはイタリア、イタリア
タリア、うおー、フランス、ネイマール来い、ネイマール、ネイマール来い。いやーもうまあね、なんでだよ、おかしいだろう。これは本当にやらかしてる。待って、はい、ママバウデ選手ありがとうございます。お母さん、ママ当てたよ。